ちまった。今何してんの？よろしく。おお。おい、ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。すいませんでした。
もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな、今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。なあ、その指輪、俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。あれ、キリュウの兄貴じゃないですか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。
急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。